ルマン勝ってから、やっぱりワールドチャンピオンというところを目標にしてやってきたので、それをしっかり達成することができてよかったなというふうに思っています。世界チャンピオンとなりました中島和樹選手、そして7号車のドライバー小林亀選手。はい、お願いします。ドライビングもいろいろと変わる部分も出てくると思いますし、新しいチャレンジになると。この間のスーパーの評価だったレース、去年ル・マン勝ってから、やっぱりワールドチャンピオンというところを目標にしてやってきたので、まずは、それをしっかり達成することができてよかったなというふうに思っています。今年のレースに関しては、いろいろと、複雑な結果でもあったんですけれど、ただチームとしてはしっかり、ワンツーで戦い切ることができたので、それも、何年か前を考えればすごく大きな進歩だと思いますし、来年以降もしっかりとこういう形で、より良い形でやっていければいいなと思ってます。流れとしては僕らの流れに来てられるかなっていうふうに、ただやっぱり勝負は勝負なので、そこで、結果をなくせないっていうことは、また自分らとしても、今後どういうふうにそういうトラブルシューティングに関してさらに改善できるかっていうのを考えて、今後さらに強いチーム作りをしていきたいなと思います。